報道されていないといえば、北朝鮮が今富裕層にまで物資が行き届かないという。そうですね、平壌でですね、はい、4月から配給が止まってるんですよ。配給が止まってる。で、7月ちょっと出たという話もあるんですが、とにかく、平壌というのは特別待遇で、1990年代後半300万人の餓死が出た時あるんですけれども、その時も配給があったんです、ところが今は止まってるんですね。どういうことなら、その90年代以上の飢餓が訪れる可能性が出てきますね。一般人民はですね、闇で食ってるんです、闇で食えない人は死んじゃったんです、300万人、だから一般人民はそれなりに食ってるんですが、逆に飢餓の時も食えて、配給で食ってた人たちが闇をする術がないので、慣れてないので困ってる。配給されるって言ったら富裕層ということですね。だからこれは何かというと経済制裁が効いているということです、なるほどね。それプラスコロナですね。平壌は大変なんです、今蔓延して。確かに北朝鮮は1月の早い段階から、中国との国境を止めましたよね。止めたんですけれども、すでに中国人観光客が平壌にたくさん入っていて、もうすでにその前に入ってた、ね、それから旧正月で北京に出ていた外交官や外交官を監視する政治警察が帰ってきて、そこから流行って、だから平壌が流行ってるんです。あ、そうですか。長いことその北朝鮮は感染者ゼロということでね、今もそう言ってますけど、公式にはそうですね。だけど7月の初めに政治局会議という北で一番大切な会議をやって、金正恩が出てきて、貿易を緩めてはならない、つまりウイルスを入れてはならないと、ゼロなんだったらいいはずなのに、で、まあ、確かにジョンはもう飯食っとるからね。で、彼のね、ボディーガード部隊、974部隊というのがあるんですね、数字で974、974部隊、1974年できたから974部隊、分かりやすいんですけど、その、ベンツの横走ってる屈強の若者たちいるじゃないですか、あそこに出ちゃったんですよ。なるほど、感染症がね、なるほど。だから彼は、まあ、暗殺未遂事件、ここで頑張りさせてもらいましたけど、だから、ボディーガード連れなきゃ怖くて歩けないんですよ。そのボディーガードは屈強の若者だから、症状は出ないかもしれないけど、持ってるかもしれないと、だからマスクしてるボディーガードに囲まれてる場面も出てきたりしましたけれども、まあ、それでね、最近ね、しかし経済困って、中国に対して物資の行き来を開いてくれっていう交渉しに行ったら、人はダメやけど、物だけ入れてくれと、そしたら中国がね、お前のとこ入ってるから嫌だと、お前のところが、なるほど。それで年末まで人と物が遮断されたまま、例外はありますけれども、ということになったという話を最近聞きまして、だから本当に苦しいんです、これね。実際こういう話聞くとね、喜んでのか悲しいのか難しい、微妙なとかね、というのは、経済制裁が効くということは僕らは嬉しいけど、ただ奇妙な一般人民がですね、何万人も何十万人も100万人も餓死するなんてことは、これ非常に心が痛いですからね。だから今やってる制裁は、金正恩の個人資金をターゲットにした制裁なんです。党の39号室っていうところありましてね、朝鮮総連の金もそこにしたわけです。その39号室にある外貨をターゲットにした制裁をしていて、一説によると、その39号室には総連の秘密献金や、あるいは韓国左派政権からの現金などを含めてですね、50億ドルという人もいるし、200億ドルから300億ドルぐらいあったという人もいるんですが、今残高が1億ドル切ってると。ということで、やっぱりあれね、国民に食わすためにやっぱりそのから使って、いや、国民に食わす、自分がまず贅沢な暮らしをするため、そして平壌で配給をするため、各地域の政治警察とか軍部に食わせるため、核ミサイル開発をするために使ってるわけですから、ね、だからそこをターゲットにする制裁は正しいわけです。なるほどね。だから日本は朝鮮総連から多額のお金が言ってましたけど、第一次安倍政権になって厳格な法執行という政府方針を決めて、その後ちゃんと税務署がきちんと見るようになり、あるいは長銀信用組合についても2回破綻しましたけれども、その後についてはきちんと処置をして、今日本から行ってるお金ほぼないと思います。やったー、これは安倍さんの功績ですよ。すごいね、それあんまり報道されへんね。だからこれ難しいところなんですけど、日本政府は
厳格な法執行って言ってるんですよね。僕らは脱税だって言ってますけど、うん、不法行為やってたって言うけど、うん、政府が過去に不法行為がありましたとは言えないから、うん、厳格な法執行って言ってるので、あの法執行をやった結果として、うん、違法行為がなくなりましたということだから、うん、あのあんまり広報はしないんですが、しかしかなり効いてるのは間違いない。なるほどね。で問題は韓国と中国なんですけども、国連制裁がかかっていて、そしてアメリカがですね、あのセカンドリーサンクション第二次制裁という手段を持ってるんですね。で何かっていうと、北に対する制裁じゃなくて北を助けた第三国の企業や銀行に対して制裁を加えると、ドルを使っちゃダメだと。なるほど。使えない。ドル取引停止になったらいくらサムソンでも食っていけないですよね。あのね、2年前ね、ムンジェイン大統領が平壌行って100万人群衆の前で南北協力してやりましょうとか言ったわけですけど、帰ってきたでしょ、財閥連れてったんですよ。でソウル帰ってきたらね、ソウルのアメリカ大使館が財閥に電話かかってきてね、今国連制裁がかかってるの知ってますよねと。いうその確認ですね。脅し一発入れたけな。そしてね、同じ時期にニューヨークにある韓国の銀行の支店にアメリカの財務省から直接電話かかってきて、あなたたちは支店の営業許可をもらってるのはアメリカの法律を守るということですよねと。今アメリカは 法に基づいて制裁をしてるの知ってますねと。というふうに言われたら、もう韓国の銀行を使って北に送金するってことできなくなりますよね。というのことをやって抑えてる。だから苦しい。すごいね。アメリカの銀行の、いわゆる支局ですよね。そこに財務、アメリカの財務省が電話かけてくる。だから普通だったら、アメリカの財務省が韓国の財務省、そして韓国の銀行なんだけど、飛ばして韓国政府と直接。直接電話ね。だからこれを、でも今先ほどあのいいことをおっしゃってくださったんですけど、人民に被害がいかないように、だから特権階級に向けた外貨をターゲットに制裁をしているんですが、そしてトランプ大統領も金正恩に出口はありますよと、核をやめなさいと、そして安倍晋三が言ってる通り拉致被害者を返しなさいと、そしたら豊かな国になりますよと言ってるんです、だから彼らの指導者が正しい判断さえすれば、国際社会はいじめてるんではない、制裁をちゃんと解く条件を示してるということで、そのことを分かってきた北朝鮮の住民のいや幹部たちの中で、これでいいのかという声が上がってきてるという点では国際包囲網は成功してる。なるほどね。これでいいのかという声が上がってきて、しかしそれに応えない執行部がいて、これクーデターっていう話がどうなんですか。だから、まあ、クーデターは軍の部隊を大規模に動かすことは相互監視が厳しすぎるので難しいですけども、暗殺未遂事件は何回も起きてますよね。だから宮廷革命みたいなものですね。まあ、ちょっと話がずれますけども、今最近この金正恩がですね、もうほぼなんか病気で、うまくこう指示ができないと、いうことで、その妹のヨジョンが今実権を握っているという話がありますけども、これがどうなんでしょう。あの4月にですね、心臓の手術を受けたことは間違いないと思います、複数の情報があります、それでですね、手術を受けた後しばらく麻酔が解けなくて、意識回復しなかったというんですね、まあ、もちろんこの最高指導者の情報ですから 100% と言いませんけど、私が信頼できる数字の話はそう言っていてですね、で次またその発作が起きるかもしれないと、そうしたら自分が権力を維持できない状況になった時何が起きるか不満が高まってますから、それで代理人を指名して、つまりあの与正の言うことは俺の言うことと思えという指示を出したんです、あのケソンの南北連絡事務所を爆破した時ですね、与正が私が指示したという談話を出したんですね、で指示っていう動詞はですね、実は北朝鮮では首領様以外使っちゃいけないんです。指示って北朝鮮、日本は憲法が最高法規じゃないですか、北は憲法の上に労働党の党規約ってのがあるんですね、共産党が支配する時に、その上に重大原則っていうのがあるんです。重大原則、あの唯一指導体制確立のための重大原則っていう秘密文書があって、しかし全員あの人民は覚えてるんですね、で秘密文書あるんや、してる、で70年代に金正恩が作ったんですが、金正恩が一部改定しましたけど、今もそれをみんな覚えていて、1週間に1回その重大原則に自分は違反したかどうか総合批判、自己批判の会議をみんなやってるんですが、あの帰ってきた拉致被害者の人たちもやってたと聞くんですけども、その中にですね、
首領様以外の幹部は指示をしてはならないと書いてあるんです。首領様以外はね、なるほど。それなのに彼女が指示をすると言ったということは代理人になったということで、それ指示したら本当に爆破が起きたと、だからこれはそれだから平壌の幹部たちはですね、相当健康悪いんじゃないかと、でなければまだ30代の男が、ナンバー2権力の代理人を置くはずがないと、そうですよね、というふうに思っていて、はい、今つまり経済危機プラス、最高指導者の健康、2つで北朝鮮の体制が大変追い込まれていると、それはでも安倍政権とトランプ政権、国際社会が拉致問題を含めて北朝鮮の今の体制では許せないと言って意図的に追い込んだんです、だから安倍さん何もやってないという人がいますけど、そんなことなくて、先圧力あと交渉という戦略を立てて、圧力をかけた、日本からの金を止めた、トランプを説得して核と拉致両方で国連制裁をかけた、アメリカがセカンドリーサンクションで見張ってる、アメリカの空母が来てるという状況で、しかし出口を開けたんです、その中でじゃあ2人が、兄弟が正しい選択をするのか自滅するのか、分かりませんけれども、ということは今はでもあれですか、ちょっとこれはまた不明ですけど、金正恩は、自分の意思を表現できる、表現というかな、その表明できるような状況ではないのかな。2週間とか3週間に1回映像や写真が出てきて会議を司会していますから、それは本物だと思いますので、寝たきりではないということですけれども、いつその発作が起きるかわからないということもあり、あとボディーガードにもコロナが蔓延しているということもあって、あんまり対外活動していない、そしてその代わり与正を使い、それから経済の分野は総理大臣や党の常務委員とかを使ってるんですけどね。与正はこれ完全に傀儡でしょうか、それとも与正自身が自分の意思をかなり強く持ってそれを出してるんでしょうか。彼女はですね、2016年ぐらいから正恩の最側近として、正恩は暗殺未遂事件いっぱい起きましたから、誰も信用できないと、信用できるのはお前だけだと、妹だけやと、だから古参幹部をみんな取り替えようと言って大粛清をやってきた実務責任者だったわけです。国家防衛部、政治警察、相当その省内ね、だから政治警察をやり、それから護衛司令部というボディーガード部隊があるんですね、ボディーガードのだけに専門とする軍の部隊があるんですが、その司令官を処刑し、そして人民軍の総司令部という人民軍を支配している党機関の幹部を処刑し、そして党の中の党といわれる組織指導部を彼女が手に入れて、ということをやってきたわけです。この処刑というのはやっぱり処刑されるべき、それするべき理由があったということですか、それとも単純にもうこいつはちょっと殺しまいと、猜疑心とか、だから例えば護衛司令官について言いますとですね、護衛司令部というのは、金正恩の別荘なんか守ってるんですけど、その幹部のスマホから、衛星を通じて位置情報を発信する装置が入ってたと、つまり金正恩がこの別荘に来たらピッと入れると、が分かってアメリカが分かると、でアメリカの B1B という戦略爆撃機が飛んできたりするというようなことが実際2017年にあったんですね。それで18年に護衛司令官が処刑された。だからもちろん司令官まで関与してたかどうかってことについてちゃんと三審制の裁判やってるわけじゃないので、今の話でしょ、要するにその護衛部の幹部が、幹部のスマホに入って、だから買収されてたスパイだったと分かりやすく言ってそうです、で自宅に行ったら大変な外貨があった。なるほど。でもその司令官も同じように、司令官のじゃあ知ってたのかってことも含めてね、司令官の自宅を捜索したらやっぱりドルがいっぱいあったと、あったかどうか分かりませんけどね、本当はね、いやあったのは間違いないです。あ、そうなんですか。みんなこれやってますから。そうだけど、なるほど。北の最新情報ということでお伝えいたしましたが、今度は南の話ということで、まずは先週韓国で驚きのニュースが報道されました。それがこちらです。森田出ますか、どうぞ。
現役のなんとね、ソウル市長が失踪した果てに遺体で発見されるというね、皆さん失踪から自殺まで早かったからね。そうですね、改めて確認しましょう。7月10日未明ですが、失踪していた現役のソウル市長パク・ウォンスン氏が遺体で発見されました。韓国のメディアによりますと、パク氏の元女性秘書が8日パク氏からセクハラ行為を受けていたとして警察に提出した告訴状が受理されていたといいます。パク・ウォンスン氏はリベラル層からは韓国で2番目に影響力があり、次期大統領候補とまで言われていた人物でした。しかし西岡さんはパク・ウォンスン氏の人物像からニュースでは報じられていない不可解な点がいくつもあるというふうにご指摘されているんですが、これもやっぱり日本の報道ではあんまり、はい、明らかされてない、ね、その点森田もう一回出ますか、どうぞ。はい、西岡さんがご指摘されているこの点ですね、パク・ウォンスンソウル市長とはどんな方だったのか。慰安婦問題に深く関与した人権派弁護士だった。そして韓国初のセクハラ事件の弁護士で、セクハラ関連の法律を立法化させる運動を行っていた方だったと。そして元帝大教と正義連ですね、二重に補助金を支出し、これが問題になっていたと。まず一番の慰安婦問題について言いますとですね、2000年に、九段会館で行われた女性国際法廷という名前の茶番劇がありましたよね、はいはいはい、松井弥生さんがやったやつですけれども、はいはい、元朝日新聞の、社員ですね、松井弥生さん。で、昭和天皇を、被告として、はい、有罪だというふうに模擬法廷を作ったと、ね、だから弁護士がいないんですからね、はい、模擬法廷でもないんですけど、うん、はい、あのその時検事役で来た人がこのパク・ウォンスン。このおっさんが、うん、2000年の時のあの青らしいあの茶番劇ので、あの南北共同検事団ということで、あの北からの代表と一緒に検事をやった、はい、でその北の代表は当時安倍さんなどがですね、こいつはスパイだと言って入国を認めるなと言って、はいはい、認めなかった人もいる。でも入れた人間と一緒に検事をやった。つまり北との関係も怪しいということですけれども、それがこの、2000年当時そのだってながら、その十何年後に市長になって、ソウル市長やってた、ね、まあ、だから彼のは売り出しはですね、さっき2番目にあったセクハラ事件の弁護で社会に出てきたんですね。で彼は要するに、女性の権利を守るということ形で世に出てきたやつですね。まあ、あの先生と同じように弁護士なんですけども、はいはいはい、あのソウル大学の教授が自分が使ってた助手にセクハラをやったと言って、うんうん、その助手が93年に訴え出たんですね、うんうんうん、で当時まだ韓国男尊女卑でそういうことはなかったんですけど、うんうん、初めての事件で、うんうん、特に助手と教授って関係は上下関係強いじゃない、うんうん、